それでは今回初参加チームのサンビーレッジ北上さんです。よろしくお願いします。お願いします。と皆さんのチーム名の由来を教えてください。キャプテンお願いします。サンフレッチ広島をもじって、なるほど。まあ、真似したな、真似した。なるほど。自分たち3年 B 組なんでしょうか。あ、皆さん、はい、同じクラスなんですか。はい、はい、そうです。高校のクラスメイトということで、はい、北上の高校なんですか。はい、あの専修大学北上です。あ、専北。なるほど。めっちゃ笑ってますけど。もう超ツボなんですね、キャプテン。もしかしてキャプテンはツボ。キャプテン後ろ見しちゃう。それ的に後ろ見しちゃう。じゃあ皆さんは、同じクラスの仲間ということで、部活とかはバラバラなんですか。ちなみに今日の調子はいかがですか。今日の調子は最悪ですか。相撲部の優れてるか。相撲部ないんで。相撲部のこの人はちょっと頑張って。あ、相撲部の、はい、キャプテン。相撲部のキャプテンでもあり、こちらキャプテン。ちょっと人なるほど。おお。なるほど。頑張ってます。僕たちミシアで踏んどしない。あ、今日ふんどし忘れてきちゃった。じゃあ次回はふんどしでの参加を、はい、お待ちしております。でもレガースは必ずチェック用なんで、そこはよろしくお願いします。ふんどしダメですか。あ、ふんどしは、ちょっとダメですか。どうなんですかね、ちょっと検討させていただきます、はい、でもレガースは絶対チェック用です、はい、なのでソックスもここはお願いします。はい。それでは最後に皆さんのなんかアピールとかあれば、アピールとか、なんか面白い一発ギャグでも、今日の意気込みでも、ゴリの自然で、はい、最後です、ラストです、ラストです。誰かいませんかね。立ちますか。はい、はい、白丸愛してる。はい、ありがとうございました。はい、ありがとうございます。サンビーレッジ北上の皆さんでした。ありがとうございます。